ただいまご紹介いただきました、松本市政策課の山口正弘と申します。本日は松本市のフューチャーデザイン、新庁舎、中核市、中心市街地のあり方の検討ということで、題しまして、松本市の FD の実践事例を2つご紹介したいと思いまますす着座にてて説明をさせていいいたただきますよろししくお願いいたします。 まず最初にです、ね、本日お伝えしたいことということで、最初冒頭申し上げましたとおり、実践事例が2つございます、市役所の新庁舎の建設の事例と、あと次世代交通政策の事例、まあ、この2つを中心にです、ね、本日はご説明をしたいと考えております。まず最初に松本市の概要ということで、簡単にご説明をいたします、まあ、地図ご、あの前方ございます通り、長野県のほぼ中央部に位置しております。 ちょうど東京と名古屋、ほぼ遠距離に位置しております。新幹線はないんですけれども、首都圏、中京圏には JR の中央本線で毎時特急が出ているというような状況です。また、県内唯一の空の玄関口である空港、松本空港も用意しております。九州の福岡、あと札幌、神戸とそれぞれつながっているという状況です。人口は前方にも記載ある通り、24万人と。 ということで、えー、県内第二世耕時特例市でございます、えー、来年の四月には中核市へ移行するということで今準備を進めています一番下ありますが高齢化率は県内十九市の中でまあ最低ということで、まあ、それでも三十パーセント近くはあるんですが、えーまあ、三大都市圏以外のまあ地方都市ではまあ悪くはない数字かなというふうに考えております でまあ、これはまあ町の自慢的なものになっていけないんですけれども、皆さん、真、ま、っ、あ、先にイメージされるのがおそらく国宝の松本城かと思います。えー、築城約420年の、まあ、現存天守が、えー、残る国宝で、えー、お城は5つあるんですけれども、国宝5条のうちの1つということです。そその下三岳というふうふにありますけれれれども、えー、松本は、えー、それぞれ三岳の岳 音楽の学、学問の学ということで、えー、例えば山岳に関しては国内有、えー、国内有数の継承地である上高地ですとか、音楽については、えー、少し写真小さくて見えづらいですが、世界的な指揮者、小澤誠司さんが総監督を務める、誠、えー、治小澤松本フェスティバルなどということでございます。学問に関しても、昨年、旧開智学校の校舎が国宝に指定をされましたし、 この後も話出てきますけれども、国立の信州大学の本部については、まあ、県庁所在地ではなく、松本市にあるというような状況でございます。でここからが、まあ、フューチャーデザインの本題ということでございます。取り組みの経緯といたしましては、信州大学の警報学部の西村先生の方から、共同研究の提案,提案を受けたところから始まるということでございます。 まあ先ほど高齢化率が低いというお話をしましたが、えー、松本氏もまあ例外ではなく、これからはまあ少子高齢化が進行するということ、あと人口減少も進んでいくということです。えー、前回の国勢調査では、えー、プラスの人口となったんですが、もうおそらく次の2020年はマイナスになるだろうという予測でございます。 えその先でございますが、赤字で記載しております、持続可能性を見据えた政策形成に向け、このフューチャーデザインの手法を、行政の現場を交えながらえ研究をしてみようということで、スタートをしてまいりました。まあ、詳細、この後お話ししますが、実施テーマとしては、冒頭でもお示ししたとおり、市役所の新庁舎の建設、あとはえ交通政策に関して、この2つのテーマでえー研究を重ねてまいりました。 実施母体、これも後ほどお話ししますが、2016年、平成だと28年になりますが、地域政策研究会というものを町内で立ち上げをしまして、ここを実施母体に進めているということでございます。ここでこの推進体制について、少しお話をしたいと思います。この地域政策研究会、まあ、研究の目的としましては、お示しの3点でございます。 まああの最終命題としましては、先ほどもお話したとおり、持続可能性を見据えた政策形成というものが最終的な命題として持っているわけですけれども、そこへのアプローチとして、フューチャーデザインの手法の研究、そして市民との合意形成、そしてその人材の育成というものを進めているということでございます。この次のスライドでも出てきますが、メンバーとしましては、信頼の警報学部の先生方、 あとは NPO 法人のスコップ、まあ、これは信頼を母体とするまあシンクタンク、コンサルでございます。そして松本市の職員ということで、まあ、ここにも記載ありますが、えー、市役所内の若手職員、おおむね30代以下の職員、まあ、役職でいうと、松本市の場合は主事ですとか、主任という役職になるんですけれども、えー、部局横断で構成をしていまして、私は今、たまたま政策部というところにおりますが、 地域づくり、環境、健康、福祉農林、商工、観光、建設、教育ということで、あらゆる部局の職員から、えーまあ、推薦を受けた職員がここに入っているという状況でございます。で、えー、前方ございますが、えー、3社がそれぞれスクラムを組んで行っているのが、まあ、この地域政策研究会ということでございます。まあ、それぞれぞ役割分担を行ってておりまして 新種大学さんのほうが、まあ、我々われサポートいただいておりますけれども、理論および手法の構築、ワークショップの原案の作成、あとはまあ測定、分析というところを担っていただいているとで、先ほどからもファシリテーターのお話、いくつか出てきておりますけれども、シンクタンクであるこのスコップさんのほうで、ファシリテーターの要請やワークショップの構築、運営等をしていただいていると、で市としては、市政課題の洗い出し。 そしてテーマ検討、あとファシリテーターについては、基本、先ほど申し上げたうちの若手職員、10名ほどがファシリおよびグラフィックカーを務めているというような状況でございます。テーマ検討については、このあと後ほど話をしたいと考えております。こちらはフューチャーデザインに絞って、これまでの経過をまとめたものでございます。当初はフューチャーデザインの学習からスタートしております。 行政自身もフューチャーデザインというものがどういうものなのかというのを当然知る必要があるということですので、今から3年前、4年前ですか、2016年に、原先生、八幡町の吉岡さん等をお招きして、講演会を開催をしたというような経緯もございます。 で西条先生にも講演会を開催していただき、お話をいただいたということで、まあ、行政の中での FD の学習というものをしてきました。で当然、学習するだけではなくて実践ということで、少し前の話になって、す、ま、で、あ、に過去のプレゼンテーションでもお話重複している部分もあるかと思いますが、2年前、2017年度に新庁舎建設のワークショップ、でその後18年度に中心市街地、まあ、交通政策のワークショップを行ったと。 ということですで今年については、えー、フューチャーデザインをじゃあ実際に活用する段階に、えー、行こうということで、町内への拡大、えー、ということで、FD の構造化、フューチャーデザインの構造化を進めております。まあ、構造化、いろいろ意味合いがあると思いますが、まあ、簡単に言うとマニュアル作りを今、進めているということでございます。まあ、こういったことで、行政現場での導入に向けた、えー、体系の整理を、まあ、進めているということです。 それではここで実践事例を2つほどお紹介したいと思います。まず、船長舎建設についてでございます。現状、まあ、写真で見ていただいて分かるとおり、かなり古い庁舎でございます。2つ、まあ、庁舎が分かれておりまして、それぞれ渡り廊下でつながっているんですけれども、それぞれ築60人、築50人といったような状況です。 えー、昭和の戦後に建てられた、戦後すぐに、まあ、三十四年とかに建てられた建物でございますので、当然、今、今の働き方に全く合致していない、異常な状況です。大変使いづらいような庁舎でございます。まあ、問題点を抱える中で、まあ、建て直しをやろう、ということでございます。フィーチャー・デザインに関しては、まあ、どこで導入したかというと、えー、基本構想の策定。これを二年前にやっておりますが。 えここの段階でフューチャーデザインによる市民意見の導入というものを行っております。 でよくワークショップとかというと、行政がです、ねえー、あのとりあえず意見聴取しましたというような、免罪符のようにやるところもありますが、これはそういうことではなくて、基本構想の,その中身を考えるにあたって、市民意見を積極的に導入したいということで、この段階でワークショップを行ったということでございます。 ワークショップについいいてご紹介をしたいと思います。この新庁舎のときにはフューチャーデザイン自体初めての試みでございましたので視聴者を実際に毎日使うのは市の職員自身ということもありますので先行して市職員向けのワークショップを実施したということ次に市民向けのワークショップを実施をして新庁舎のコンセプトを導き出したと。 いうことでございますます、あ、ここでコンセプトをこの段階で導き出したというのがまあ一番のポイントなのかなと思います構想案を作っている段階ではなくてそのさらに前段階でこのワークショップをやってコンセプトを導き出したというところがまあ大きな特徴なのかなと考えております。えー、これれ実際の様子でございまますフ、えー、ファシリティグラフィッカー,あー分かれまして、えーじ ておりますまあ、基本的には今までも事例をご紹介いただいたような他かの市さんと同じような形でファシグラを囲むように参加者の方がいらっしゃるということ、えー、少し分かりづらいですが右上の写真はまあ緑色のジャンパーを着ていただいて未来人になりきっていただくというまあツールのお話かと思いますでこちらが新庁舎建設ワークショップでの結果の分析でございます まあこのワークショップでは、現代世代と仮想将来世代を完全に分けてえ実証しました、グループをそもそも分けています。で、結果として、コンセプトの言葉自体は、見ていただくと分かるように似ているんですけれども、そこに至るまでのこう思考の経緯ですね、過程と言ってもいいんでしょうか、そういったものがまあ少し質的な差異が生まれてたかなと思っております、まあ、ここに見てていいいただいて感じられると思います。 また、新州大学の西村先生による当日のアンケートの分析では、仮想将来世代のグループで、まあ、より社会的、長期的な視点が生まれている傾向があったという分析も行われているところでございます。えー、コンセプト、少しご紹介したいと思います。上が現代世代グループ、下が仮想将来世代グループです。 コンセプトにおいても、将来世代の方が見ていただいて分かると思いますが、フレキシブルといった言葉ですとか、生き方、働き方の多様化など、より社会的、長期的なコンセプトが出されたことが見て取れるのかなというふうに考えております。こちらのスライドは、まあ、同じワークショップの別グループのコンセプトのまとめです。まあ、先ほどと同じような形かと思います。仮想将来世代では、柔軟性であったりだとか、 フレキシブルといったような言葉が見られるかと思います。でこれが実際にその後、まあ役所の方で作成をした、策定をした基本構想に実際に記載されている7つの考え方、基本的な考え方でございます。まあ、今、基本計画を策定している段階ですが、基本構想はまあその基本、えー、最も土台となる考え方をまとめたものでございますけれども、まあ、赤字、えー、赤色で着色している部分が、 ワークショップのコンセプトをもとに定めた考え方でございます。まあ、少し読み上げてみますが、3番目、コミュニケーションが芽生える庁舎、街と人を接続するハブ機能、新たな競争、4つ目、コンパクトプラスネットワーク型の庁舎、行政機能の適切な配置、まあ、あとは行政機関を生かし支えるというもの。 最後に7番目、世代を超えて受け継がれていく庁舎、まあ、フレキシブルという言葉は先ほどもずっとありましたが、柔軟に応用が効くような設計というようなものを、まあ、実際に、えー、ワークショップで言った出た意見から、えー、この基本構想に落とし込んでいるということでございます。これは決して他市との優劣を比較するものではないということで、ご理解いただければと思いますが、まあ、近年の市役所の庁舎の建設事例の基本構想や方針と見比べてみますと、 フューチャーデザインのワークショップを踏まえて作成をしました、本心の基本的な考え方には、より将来世代の利益に立った視点が含まれているというふうに思われます。まあ、右は市川市様の基本方針、こちらは浦安市さんの基本方針ということです。これ、決して劣っているというわけではございません。あの役所は当然 使い始めてから、その職員が今も使うわけですから、まあ、その建設した当初から使うものなので、当然、今の視点というのは含まれてしかるべきかと思いますが、より将来的な、将来の利害関係に立った視点というのが含まれていると思います。次にご紹介するのが、次世代交通のワークショップでございます。 え松本市はまあ城下町の町割りが色濃く残る町でして、人口、先ほど24万と言いましたが、幹線道路、ほとんど整備されておりません、市街地を中心にまあ渋滞が慢性化しているという状況です。で当然、道路整備をすれば、ある程度解決できる問題ですが、拡幅であったりとか、用地取得というものにはまあ多くの負担を要するものでございます。 そして、まあ、人口減少を見据えると、まあ、より幅広い視野での交通政策の展開が必要だということ、え具体的には、えー、スライド冒頭にある自動車優先社会の転換、歩いて暮らせるまちづくり、こういったことが、えーまあ、今もすでに実行計画、定めておりますが、えー、この実行計画に定める目的になるとで、来年度、この中間見直しを行うにあたって、えー、フューチャーデザインによる市民意見の導入を図ったということでございます。 EK の導入に加えまして、えー、参加した市民の皆さんに車を賢く生活スタイルを考えてもらう契機としてもらいたいというのが、えーまあ、担当だった建設部のまあ目的、このフューチャーデザインのワークショップをやった目的にもあったということです。でこれが、まあえー、次世代交通ワークショップの概要です。ポイントとしては2つあると思います。 新庁舎のワークショップのときには、えーまあ、手上げ方式でやったんですけれども、手上げ方式ではない分、まあ、フラットな状態からワークショップを行うことができたかなと考えております。あとは、まあ、いわゆるサイレントマジョリティーの皆さんの意見というなかなか役所って聞きづらい部分があります。そういったところを、まあ、聞くいい機会になったかなというのが、われわれ行政としての、まあ、あ大きな利点だったかなというふうに思っております。 でもう一つは、まああの,他の自治体さんでもやられていますが、えー、現代世代と、えー、将来世代、両方を体験をしたということ、まあ、この2つが、えー、先ほどの新庁舎との大きな違いということですで。これら両方を経験することによって、えー、第2回ワークショップの最後に、医療世代の視点で中心市街地を考えるというワークを組むことができて、まあ、参加者自身が、えー、思考の差異を感じるいい機会になったかなというふうに考えております。 こちらが、次世代交通のワークショップの結果の分析です。で交通というのは、まあ、市民にとって身近な話題であるがゆえに、現代世代と仮想将来世代との間の視点、思考の際がまあより明確に表れたと考えております。現代世代では渋滞や交通、公共交通といった、まあ、今まさに目の前にある問題に対する意見がありました。一方で、仮想将来世代では、交通という視点や分野を超えて、街の役割、 そそもそもっって何のために存在するんだっていう、まあ、まずそこから始まるということですね。まあ、今の時代、まだ車社会の、特に地方都市なんかそうなんですけれども、人々が休日になると、車で街中に来て買い物をするといったようなこともありますが、仮想将来世代に立ってみると、まあ、ドローンが、 えーまあ、自分たちネットで運んだものを家まで運んでくれるというような想定もあるかと思いますが、そもそもじゃあなんで町に来るのかという、交通という枠を超えた、ですね町づくりの議論になったんじゃないかなというふうに私は捉えております。でこれが最後に、今後に向けてということで、まあ、あの冒頭、まあ、今年度、は f d の構造化をやるというようなお話をしました。 まあ、FD の有用性については、まあ、先ほど2つのワークショップを通じて確認をされたところです、えー。ワークショップを通じて市民の意見を政策に反映する手法の一つとして、えー、フューチャーデザインにはまあいいということで、市役所の中でも集約されているところでございますが、えー、それにあたって FD を構造化するということで、えー、テーマの選定の方法。 将来世代になりきる方法、ファシリテーションといった、いわゆる実践をやるにあたって、行政が直面する課題について、2回、過去2回、試行錯誤しながらやってきたわけですけれども、これからあらゆる場面において、フューチャーデザインをドライブしていかないといけないという中で、これら3つの視点については、少し整理をしていかないといけないということで、今年度まとめているところでございます。 特に1番目のテーマ選定について、どんな分野が適切なのかということでございますが、基礎的自治体です、市町村については、いわゆるフルセット型の行政で、商工観光、福祉、財政といったような、いわゆる非常に幅広い分野の行政課題を抱えている中で、どういったものを、どういった分野をフューチャーデザインに取り入れてやっていくのかというのは、非常に悩ましいところであります。 まあフューチャーデザインの適用分野について、これについてはまあしっかりえ町内でも考えていかないといけないかなとえ考えております。また人的リソースも限られておりますので、実際ワークショップやるとすごく準備が大変だったりとか、実際の現場の視点というのも正直言ってございます。実際に市民ワークショップをやる前に、職員だけでのワークショップをまあ2回やったりとかですね、目に見えないところでの準備というのは非常に多いです。 で、えー、後半2点はまあ、フューチャーデザインの手法に関することでございますので、えー、こちらについてはこれまでの2回の実践の蓄積としてまとめているところでございます。まあ、最終的にはフューチャーデザイン視点による持続可能な社会を見せた政策形成というところにつなげていきたいということです。 先ほど、まあ、いわゆる手法のお話がありました、まあ、せっかくですので、少しお示ししたいと思いますが、えー、将来世代の現実方法の整理ということで、まあ、今までもプレゼンにありました他の自治体さんからの、えー、お話と重複するところがあるかと思います。最初、将来、えー、世代の定義の共有ということで、まあ、動画紙芝居等を,、えー、を使うことによって、 えー、仮想将来世代になることの定義を共有したということ、でこのあとちょっと後ほどスライドでお示し,しますが、年、え、表、ー、ワークというものを実施をしております。えー、過去を振り返って、まあ、時間軸を超える感覚を確認するということと、未来の変化をインプットするということで、そこで初めてモードチェンジが可能になるということ、まあ、このあたりの流れは、た、え、し、ー、さんとまあ大きく違わないのかなと考えております。 でえーまあ、うちが徹底したのは、一番最後にある未来人としての扱いの徹底ですね、これ、ファシリテーターの役割として、まあ、先ほど2050年何月ですというのをずっと机の上に置いておくというような事例もあったかと思いますが、うちはファシリテーターがです、ね、参加者の皆さんに、レポーターになった気分で,です、ね、ここは2050年の松本駅前ですがっていうようなことを必ずこう問いかけを行うようにしています。 そういったことで、まあ、参加者の皆さんが今は2050年なんだということでもなりきっていただくということでそういったまあ未来人としての扱いを徹底するというのは、まあ、うちでは徹底をして取り組んだところでございます、えー、こちら最後になりますね少し資料が細かくて見づらいですが年表枠の資料でございます、まあ、人口の話はまあここにあるとおりなんですけれどもちょっと見づらくていけないんですがいわゆるこう技術革新の部分をしっかりこう 2020年以降、載せているということ、まあ、これがないと当然未来には飛べないということでございます。えまあ、ちょっと分かりにくいんですが、交通、実際の交通のワークショップをやりましたので、自動運転が主流になるとかですね。 日本の自動車が全部電動化されるとか、高速道路が無料化されるとか、そういった、まあ、そのワークショップに関連する将来予測も、こう年表には記載をしているということ、で大事なのは、この年表を常にワークショップの間、目に見えるところに置いておくと、当然参加者の皆さんには、え未来になりきれない方も正直いらっしゃいますが、まあ、必ずここに立ち返ることによって、状況を確認する、今置かれている状況を確認するということができるかと思います。 あとは、まあ、過去の振り返りというのも、先ほどの他の自治体さんでもありましたが、こう過去から今のこう時間の振れ幅というものをしっかり認識することによって、未来あ今から未来へのこう時間の振れ幅というものをこう飛ばすことができるというようなのも、まあ、実際あったかと思います。なので、未来のことだけ話すんじゃなくて、50年前はこうで、今はこういうふうに技術革新になったよねということで、その振れ幅というのも大事かなと考えております。 最後に今後の課題として、まあ、これは行政職員自身が問題意識を持って将来世代のことを考えると、将来世代をも利害関係者と捉える視点を持つということ、その、まあ、当然役所ですの、ね、で、どうしても今ある、今いらっしゃる市民の方々に対する市民サービス、行政サービスもあります。これはまあ両輪として両立させることが大切なのかなと考えております。今回はまあフューチャーデザインワークショップということでございますので、必ず役所の職員が まあ将来世代の利害関係者として捉える視点を持って 双方の視点から今、取り組むべき政策を検討するということ、これが、まあ、持続可能な社会の実現につながるということかと思います。まあ、あの最後になりますが、役所、地方自治体については、数百という呼ばれるような政策的な事業を取り組んでおります。先ほど総合計画の話もありましたが、法定住宅事務以外にも、自分たちで取り組むべき行政課題というのが、まあ、自治体によって幅はあると思いますが、数百あります、うちは。 まあ、そういったところを、まあ政策、立案していくのは、まあ、行政の職員が最初、たたき台を作るということはどうしてもやらないといけませんので、その段階において、問題意識を持つということが大切かと思います。えー、あの最後のスライドはなくてはいけないですが、えー、以上で私からのプレゼンは、えー、終了とさせていただきます。ごご清聴ありがとううざいいまましした質問お願いしますどうぞ 大阪大学の野間口と申しますどうもありがとうございました。あの、えっ、ー、とワークショップの参加者の方が非常におたくさんい,いらっしゃって、あの、はい、驚いたんですけども、あの、えっ、ー、とまずその、まあ、これこれだけのえっ、ー、と延べ110名というふうにされていますが、これだけえっ、ー、と2回で110名ということです、ね。そうですね。はい。で、えっ、ー、とこれ重複なしでほぼほぼ重複なしで。重複されている方いらっしゃいます。すはい。はい まあ、そうすると、一回あたりとは、何回、何人ぐらいいらっしゃる。えっと、二回やってますので、単純計算で、六十名弱の方々が。はい。はい、それとも、かなり多いですね。えー、はい。あの、まず、そん、だけの人数の方を、うまくこう、ファシリテートする。のに何か工夫があったのかどうかっていうの、をちょっと、お伺いしたいのと、で、あと、その。無作為で、収支した場合に、その。はい、そんなに、その、なんていうんですかね、あの、あまり関心のない方も、混じってる可能性が。あると思うんですけども、そういう方を、こう、うまく、こう。えっ、ー、と、議論に、こう。 えっとなんですかね、ご参加させる中工夫されたかどうかっていうのをちょっとお伺いしたいと思います、ねはい。一つ目の質問に関してはあのちょっと答えになってないかと思いますが正直ちょっと多すぎたかなと。 いう印象があります、えー、と会場が限られている中で、一班8名ぐらいのワークショップになりまして、かなりそれを運営するのは大変でした、それはうちの反省点でもあります、でまあ、ここはちょっとあのなかなか話しづらいところなんですけれども、参加者の方に、まあ、謝礼として QUO、まあ、カードを渡しするというようなことも、あの無作為抽出をしたときにお示しを、信、まあ、州大学さんの方から提供するということで、えー、させていただいたので、そういったこともあったのも現実的にはあるのかなと。 というふうに思っております、えー。しました。はい。モチベーションを上げる工夫ですね。そうですね。あのー、まあ、これも答えになってるかわからないんですが、全く何やるんだろうっていう状態で来ている方もいらっしゃるんですけれども、次世代交通ワークショップの時には、えっ、ー、と最初に現代世代ワークショップをやる前に、街歩きを実際にやってます。なかなか普段街に住んでて車での移動がほとんどです。市民。 方にとっては改めて街を歩いていただくことで気づきとかもあると思うのでそういったこう体験を織り交ぜながらこう,うまくワークショップに持っていったっていうのは一つのきっかけ契機になったかなと考えております。 はい、あの新庁舎のときには、腸、えー、内ツアーといって、まあ、今の,そのかなり古い庁舎なんですけど、そういうのを回ることで、えー、なんか狭いよねとか、物が廊下に置かれていて危ないよねとか、そういったところの気づきというものがあって、そこからこうワークショップに入っていくと、現実的な議論ができるということで、それはあの市民の方にとっては逆に重要だと思います、職員だけであると、もう現実知ってるので、最初からこうワークショップに入っていけるんですけど、市民の場合はそういったところからスタートするということが大切だと思います。 どうぞ、はい、ひろみさん。 今までいろいろ話を聞いてきていて、あの上水道、下水道とか、あと今回の,その庁舎整備とか、比較的行政権限がはっきりした分野であのフューターデザインをやっているような例と、あともう少しその総合計画であるとか、環境基本あの方針みたいな、もう少し抽象度の高いものをテーマにやっているところ、2つ大きく分けてあったのかなというふうに思っているんですけれど。あの 松本市の場合にはまさにその庁舎計画に加えて交通のようなもう少し抽象度の高い政策2つやられていると思うんですけれどテーマ選びっていう観点からすると僕は個人的にはどちらかというとそのテーマを絞って行政権限が明確にあるところでやるのが比較的なんていうのか行政として一定のリソースをつぎ込む以上は。 あのやりやすいし、そのやりがいもあるような気もちょっとしてるんですけれど両方やってみた感想として、そのテーマとして、どちらの方がフィルターデザインに向いてると感じたか、その辺はどうなんですか、はいまあ、向いてるか向いてないかというところはアカデミックな話になるので、ちょっと私はなかなか申し上げにくいところはあるんですけれども、<laughs> やりやすさでいくと、えー、具体的に見えてるもの、今回の場合、庁舎の方が、行政としてはやりやすいです。 ただ、フューチャーデザインをやるときに、将来、何をやればいいんだよって、ぼんやりしているもののテーマの方が、逆に収穫できるものは大きいと思うので、そういったことを考えると、ふんわりしているような分野でも、フューチャーデザインをやることによってのメリットっていうのは、十分見出せるのかなというふうに思っていまままます。すす。ちょっとまああの抽象的なな答えににりりけど以上でごござざいいせんが時間にあ,あります。 時間になりましたので、どうもありがとうございました。ありがとうございました。